コーネリアス・クリフォード・フロイドは、アメリカ合衆国入りのイりノイ州出身の、元プロ野球選手。右ト左ヒポジションは主にレフトで、他にファーストライトとしてのプレー経験がある。1991年、ドラフト1位で、モントリオール・エクスポズに入団。メジャーデビューを果たしたのは、入団2年目の1993年。その年は10試合に出場しただけに止まったが、 プロ初のホームランも記録した。翌1994年は MLB でストライキがあった年。メジャー2年目にして100試合に出場したフロイドは334打数94アンダーで打率281、4本類打、41打点、10盗塁を記録した。1995年と1996年は怪我で出番に恵まれないまま経過。 翌1997年はフロリダ・マーリンズへ移籍したが、そこでも61試合の出場に止まった。翌年、レギュラーの座をつかむと、打率282、22本塁打、90打点、27盗塁を記録。翌1999年は69試合にしか出場しなかったが、そこでも11本塁打を放つパンチ力を見せつけた。二千年には復活し、 22本塁打を記録。2001年は3割30本100打点をクリア。初めてのオールスターにも出場。一躍マーリンズの手法に躍り出た。しかし、翌年はトレードに悩まされ、マーリンズエクスポズボストンレッドソックスと3、球団を転々とする。さらにオフには、ニューヨークメッツへ移籍。1年間で4球団に所属したことになる。怪我が多いものの、メッツでは、 レギュラーポジションをキープし続け、2005年シーズンに自己ベストの34本塁打を記録している。2008年2006年オフにシカゴカブスへ FA 移籍した。若手、マット・マートンとレギュラー争いをすることになる。2007年は左翼手としてマートンと出場機会を分け合う予定であった。しかし、ガイア手、転校2年前で中堅を守る予定であった。 アルフォンソソリアーノが左翼に再コンバートされたため右翼も守った。同年オフにタンパベレーズへ FA 移籍2009年2月5日、サンディエゴパドレスと1年契約を結ぶが8月8日に解雇される。2010年からフォックススポーツのレポーターを務める。ありがとうございます。